ジャック・ルーボー、ジャック・ルーボーは、フランスの詩人、エッセイスト、小説家、数学者である。1932年、フランス、ローヌ県に生まれる。デビュー当時から、詩の言語と構成の探求に取り組み、有機的であると同時に創意と工夫を凝らした詩を提唱してきた。最初の書物は、以後のモデルに基づいて組み立てられていて、レーモン・クノート、 黎明期の売りっぽの運動に歓迎された。そして、それに続く、数々の詩集で、彼の企ては追求される。例えば、短歌と俳句の試みである。もののあわれ、31の三条自伝大重章に続き、妻の死から着想を得た詩集、何か黒いものでは、すべてが9という数に、支配されるという形式上の制約が、虚無体験と密接に符合して展開される。 そしてジャック・ルーボーは、死と並行して、アンソロジーやエッセイの批評的調査も、書き理論的考察も深める。さらに、翻訳、小説の数々も著作している。代表作は、ロンドンの大化シリーズであり、日本では、うるわしのオルタンスシリーズが翻訳されている。ありがとうございます。